ざっす。おざっす。久しぶりやな。お久しぶりです。スタジオ動画結構久しぶりやな。めっちゃ久しぶりっすね。今日はですね、はい、ちょっとアンプシミュレーターの音作り。音作り、まあ、家の DTM 環境やと、はい、結構満足してんねんけど、はいはい、スタジオ内がちょっとね、いつも言ってますね、音がって。そうそうそう、 LINE の音をちょっと、まあ、はい、たっぷり時間使ってちょっと詰めていこうと思って。ああ、今日時間いっぱい使ってやろうと。そうそうそう、やっていきましょう。まあ、なんかそのギターの音と、はい、アンプの音と LINE の音を比べたりしながらちょっとやっていこうと思って。あ、いいですね。じゃあスタジオもそこなんで行きますか。早速行きましょう。マオさんノイキャンがすごすぎてさ。何してんすか、ノイキャン。ちょっとフェンダーさんから提供いただいたフェンダーツアーっていう新しいBluetoothイヤホンなんですよ。へえ。めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。かっこいいっすね。じゃあアップで。いいよな、なんかライブのさ、イヤモニみたいな感じで。確かにね。すごい密着すんねん。フィッティング良さそうっすね。そうそうそう。で、音質的には結構ハイとローがブーストされる、まあ、いわゆるドンシャリみたいな感じ。ドンシャリ、はいはい。ロック系にめっちゃ合う。へえ。今何聴いてたんですか、ちなみに。自分の曲ぴったりっすね。でも最高の音出てる。最高で、これいいところが、はい、これアプリで。アプリ。そう、フェンダーツアーのアプリがあって。あ、専用アプリ。そうそう、音圧調節したり。ほうほうほう。あと EQ で。すごい。結構細かくいじれるんだよ。すごいですね、細かい細かい。そうそうそう、はいはい、多分ね、明日かな、4月7日発売なんで、よかったら気になる方チェックしてみてください。じゃあ本編やります、音作り。お願いします。ちょっとトラブル続きでね、ちょっと今さっき大変でしたね。アップヘッドちょっと4回ぐらい映したんで息切れてます。汗かいてるわ。大変でしたね。じゃあやりますか。はいはい。ね、LINE の音がなんかいまいち納得いってなくて、うんうん、まあ、聞いてもらいましょうか、まずね。そうですね。これ俺の音源あるやん、はい、ハートビートとか、はいはい、あれと全く同じ音やねん、設定は。あ、この設定が。そうそうそう。ちなみに YouTube とかもこの設定やからいいはずやねん。いつもの音。いつもの音。いつもの音。ちなみにその LINE っていうのはあれですよね、そのアンプを通さない。あ、そうそう、アンプしで音ってことですよね。そうそう、 これをデジタルモデリングしたやつが入ってる。が入ってますっていう音ですね。でミキサー通してこっから出しますよっていう。 OK です、 OK です。すごい軽いし細いって伝わるかな、カメラで。なんでこれアンプいきますか、次ね。そうですね、ちょっと両方に出してるんで、アンプとミキサーに。はいはい。次はアンプ。次アンプ。なんかこうやって全然違うな。全然違いますね。現場で聞くと断然こっちや。断然そっちですね。多分なんか前西尾さんとの動画でも言ってたけど、カメラ通して家で聞いたらこっちの方が綺麗。へえ。もしかしたら視聴者今多分そんな変わらんのちゃうかって思ってるかもしれん。それなんでなんですかね。多分 iPhone のマイクのなんかあれなんですかね。やし、なんかもうな、マーシャルに洗脳されてるもあると思うね。洗脳。なんか高音がすごい飛ぶね、マーシャルって。はいはいはい。音圧がすごいね、はいはい、簡単に言うと。確かに圧感じますね。そう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 、はい、なんていうかな、逆に綺麗にローからハイまで綺麗に出てる音を聞いた時に、はい、なんかこもってるように聞こえるみたいな。あ、でも確かにこもってるように聞こえますよね。そうそうそう、こっち抜けてる感じするよ、まあ、なんかバーンって圧が抜けてる感じがしますね。ちょっと LINE の音を改善したいんですよね。この LINE の音を何ですか、そのマーシャルに近づけるってことですか。近づけるってことかな、まあ、気持ちいい感じにしたい。気持ちいい感じにしたいと。じゃあちょっと LINE の音を作っていきますか。はいはい。これLINE6 の、はい、調べて家帰ってその LINE の音良くないから、はい、調べたらその LINE6 公式の情報があって。やり方ってことですか。あ、そう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 、はいはい。これね、まずね、これ本体ゼロにするね、ボリュームが。本体のボリュームをゼロにします。はい。で、こっちをガン上げんねん。あ、ミキサーの方を上げると、ゼロデシベルにして、ええ、でゲインも、はい、この、まあ、基準値、はいはい、にして、でこっちで調整するといいらしいの。多分めっちゃ張り良くなるんじゃない。あ、いいっすね。
そうそうそう、はい、これねスタジオによって違うと思うんだけど、はいはい、ペンタはこの EQ がついてるミキサーになる。ああ、ミキサーについてますね、それ。で多分スタッフさんがこのいいようになるようにさ調整してくれてる、はい、あの前もってやってくれてるんですよね。そうそうそう、これ例えばここやったらさ、はい、すごいほらローカットされて、うんうん、ハイがブーストされてんだよ。はいはい、これがついてると結構音めっちゃ変わるから、はい、今オフにしました。あ、これはオフ。これで多分おーおー、いいんじゃないですか。いいね、ちょっとこもってる感じ逆にするから、このアンプシミュレーターの方でローカットして、あ、そっちでいじってってことですね。そうそうそう、ハイを若干ブーストして、あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。もうちょいあれやな、微妙にもうちょいロー足して、なんか聞いてる感じいい感じっすよ全然。あ、マジで。なんかかなり、ああ、いやでももうちょい作り込みたいな。もうちょいいじりたいですか。うん、孫さんまだ、うん、まだかかります。いやでもそんな経ってないの。でも結構経ちましたよすでに。いやもうちょいかかるかな。もうちょい、あ、まあ大事っすよね音作りは。スタジオごとにやっぱちゃんとした音で練習したいやん。まあ確かにそうですね。ちょっと一回と歪みもちょっとして、はい、高音もちょっとブーストして、はい、でミドルが若干刺さる感じするから、はい、カットしてみたいな。あ、それを今からやっていくってことですね。やっていくかな。オッケーです。もうちょっと待ってもらっていい？あ、全然いいです。あの、孫さん、はい、もういいですか？いや、なんか納得いってないなまだ。いや惜しいねんけどな。結構立ってますよ。マーシャルに勝ってないなって感じするから。まだ納得いかないんですね。でも確かに納得いくまでやった方がいいですよね、せっかくなんで。やっぱまあライブももうちょいで控えてるし。確かに確かに。で最後にさ、はい、この LINE の音ともう一回この比べてさ。ああ、そうっすね。ね、それもして。もうちょっとだけまだかかりますか。ちょっと休憩してきていいですか。あ、いいよ、トイレ行ってきますね。まあ、オッケーかな、そろそろ。さらに30分経ちましたけど。まあ大事やん、音作りって。大事ですね。じゃあこれで聞き比べするか、最後にな。あ、そうですね。じゃあちょっとその音作りの成果を。そうやな。こんなもんでいいですかね。こんなもんで、はい。これマーシャルね。これがマーシャルの音ですね。はいはい、アンプ。じゃあ次 LINE の音いきます。ほい、これぐらいかな。そうですね、いきますね。はい、どうすか。ちょっと僕は分かんないっすね。いやもう自己満やんそれ。